どうもどうも TKS です。さて今日の動画はですね、先日高槻から神奈川県の横浜市に行った動画でございます。ということでですね、この日はめちゃめちゃ暑くて、なおかつね、電車がちょっと遅れてたというね、トラブルでございます。久々にね、この時は病院の帰りでね、そのまま高槻駅も近いということで、普段なら地元の駅から乗るんですけども、この時は高槻駅から乗ってね、行ってきました。ちょうどほんで3分遅れて来たんですけども、早いですよ。新幹線、新快速ですね、これはね。ということで高槻駅を出発するところでございます。高槻もね、結構雰囲気変わりまして、僕ら小さい時と全然ね、街の雰囲気もね、こんな防止策みたいなバーはねなかったですけども、時間が飛びまして京都に到着しました。京都も僕高校時代ね、京都の高校行ってまして、この駅もだいぶ変わったっていう感じで、最近ねつくづく思います。これ右行けばね、京都タワーの方面の中央口ですかね、烏丸口っていうんですかね、ということで新幹線乗り場の方をやってまいりましたけども、この後ちょっとしたねおつまみをこれ買うんですけども、551の蓬莱、これ大阪関西人にとってはねおなじみの551の蓬莱でございます。ここでね豚まんを4つ買っちゃいましたね。ということで豚まんを買って、またそのままね新幹線の乗り場の方にやってまいりましたけど、この時はね結構新幹線も人はそんないなかったのかな、まだまだこの、いわゆるコロナの、影響があった時ですけど、全然ね乗客も少ない形で、今回はね乗るのはねのぞみ108号ですね、108号という13時39分の東京行きののぞみ108号に乗りました。その前にね光がね来てたんですけども、到着時間ね新横浜まで10分しか変わらないんですけども、ちょっと早めに着いてゆっくりしようかなと思ってた時ですね、この時は。新幹線来たということで、僕いつも3号車に乗るんですよ。でなんで3号車か言うと、喫煙スペースがあるんですね、東海道新幹線は。ですのでいつも3号車を利用してるわけでございます。この時は京都から乗ったんもそんないてなかったのかな。ということで新幹線乗り込みましてですね、この551の蓬莱を頬張るわけでございます。もうほぼほぼ名古屋に着く頃にはもう食べ終わってたというということでございます。一気に頬張りましたね。米原まで、15分ぐらいで通過するんですけども、在来線やと1時間ちょっとぐらいでね米原まで行くんですけども、この15分間の間で豚まん4つ、食べましたね。ということで京都出発したところの、風景でございます。いつもねこのアナウンスですか、眠くなるわみたいな、この英語のアナウンスもねちょっと収録はしてないんですけども、英語のアナウンスの方ね、前にテレビで言うてました、発音が難しい駅名があると。で意外とどこの駅名かなっていうを聞いてみますとね、
博多駅らしいですね。はい、ということで名古屋も、ついて今これ名古屋出発するところですね。名古屋はねうちの甥っ子が今、仕事でね住んでる町でございまして、まあ、まだまだ名古屋も行けてないんですけど、まあ、2年前にねちょっと友達の、プルセーラをこれに、名古屋まで来たという思い出があります。またまた名古屋もねいろいろとレコード屋さんも結構あるみたいなんで、今度ぜひねちょっと時間があれば名古屋の方にも立ち寄りたいなと思っております。はい、さあということでもう間もなくですね、もうだいぶ飛ばしました、はしょりました。静岡の間がめちゃめちゃ長いんですね。はい、ということでもうそろそろですね新横浜にね、到着の感じのまま場面でございます。はい、さあということで新横浜着きました。だいたい京都からですね2時間ですね。はい、高槻から合わすと、まあ、2時間半で新横浜に到着する感じでございます。さあということでですね今日も動画を皆さんご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いいたします。 DJ TKS でした。